やるか。なんかアチーブメントあんな。釣りに来たのか。はい。あ、なんかもう一個ある。釣りガイド。こんなんの。魚を初めて釣り上げる。観賞魚を初めて釣り上げる。んー、じゃあ、早速、あれ、まだあんな。英雄の旅。武器、掛け1を段階6まで突破する。はい。行くぞ。ちょっと待って。はい。祈りを捧げる執行官様のために全速前進。充電戦闘計画。これ初めてじゃない？怪しい者たちが野外に出現し、周辺地域の安全を脅かしている目標を倒すを周りの雷楼だっけの枝と雷鳥の行商を利用するとより効果的に倒せるかも。ほう。やるか。やってみるか。なんか重いなぁ。何？なんか重いんだけど。はい。やろうやろう。なんかいつも、早朝にさ、あの仕事の納品のさ、期限があるんだけどさ、毎朝起きたたびに、あ、やったっけって絶対なるんよ。どうにかならんのかな毎日なるんだけど。あれ、昨日大丈夫よな、やったよな、つって。わぁ、ちょ、何こいつ。フライムみたいな名前のやつかな。硬っ。ちょ、待って、硬くないこいつ。初めて見た。多分こいつ、アーロイかなんかの、ちょっと戦いにくいな。アーロイか何かの、戦いにくいんですけど、落ちないわ、これ。アーロイかなんかの、ちょっと、ほんまに戦いにくいんだけど。あ、やばい。これ使ったら飛んでく。あ、大丈夫か。耐えたか。ナイス。耐えろ。こっち来い。はい。いったろ。ほぼ風スライムやん。あった、やっぱフライムだ。あ、フライとスライムをかけてんだ。今気づいた。そういうことか。そういう、ネーミングセンスか。あ、フライムのなんとかっていうの。アーロイだった気がする。あるよね。これこれ。フライムの感覚。どこにおるんなとかと思ってたけど、おったわ。これ出んの。やるか。やったるか。充電戦闘計画。さばきを受けよ。さあ来い。いや、早っ。止まるの早っ。え？
いつは火炎よ、燃やし尽くせ。こっち来い。瞬く間に。はい。だろ。オッケー、余裕やん。あとこれ落とさないパターン。フライムのやついるんだけど。フライムいない。トリマーアーロイちょっとあれしたいんすけどね。ないっすかね。ちょっとアーロイだけ。マジ。いないかな。いない。いないか。なんか近くにもう一本あんな。この辺あれか、飛ぶやつか。えっち、右足の速いやつめ。行ってみようか。あれこれもう行ったらいいんかいな。こういう系。え、どこ行くん？どこ行くん？ん？どっち？え？どういうこと？こっちか。なんだよ。なんだよ。いや、これ絶対置い絶対無理やん。ちょっと待って、これどうせ間に合わんのにもう一回やり直しになるから。あ、これ倒して上上がってじゃな。なるほど、新鮮だな。おい、何、真珠のなんかもらったぞ今。そんなんあるんだ。素材？絶対産後の宮さん用のやつやろ。ここみさん用のやつやろ。産後のみやここみさん用のじゃろ。そりゃあ、どあれか、これモナさん大事だな。最初のスタート、モナさんで行って行きます。で、ここ、あれ違う、そこよね、間違えた。え、いらんやん。何あれ、さっきのあれ罠、罠なの。こっからで良さそうやな。これでいいん？これでいいんか。ちょっと罠があったな。あの宝箱だけ言っとこうか。ダッショウさんこんにちは。この宝箱だけ言っとこうか。天井のお掃除の時間だ。あんね。これが運命です。
任務を今進めていってるとこだね。これでどうだ。ここまで。もう一機はあれは溺れてはないのか。何？おお、またまた上上がっとる今。今回は大物が釣れたようだ。いやいや、なかったことにするのやめてほしい。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。いや、これ落としちゃう。急がないと。任せてください。おナイス。こっち側からだな。あー、こう、いや、バカ。いや、同じことに繰り返しないよ、それ。待て、待て、落ち着け。話せばわかる。ダメだったか。オッケー、こっからは上がれん。ライデン将軍当たらず、俺も当たってない。欲しいよな。悪くないお宝だわ。あれ、この上なんかある。こっち、ん、この上、ん、この、ここじゃないよな。ないっすよね。下か、下っぽいな。あ、そこだ。雷の種さんが、雷の種次第かな。え、雷の種、普通に使えそうなんで欲しいんですよね。使えそうよね。仲間が戦うときにめっちゃプラスよな、あんな。ええやんってなった。説明読んで、あ、ええやんこれってなった。お、待て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 、とりあえず取らせろ。悪くないお宝だわ。そうだね、悪くないお宝ですね。お、ええやん。欲しい本のやつがいっぱいある。これフライム、あ、フライムにもいろんな種類があるの。綺麗にしませんと。逃がさない。戦いにくいなこいつ。いた。さてさて、あ、いけるね。あの、行ったで。よし、いい感じに進歩してるな。だがここで止まるわけにはいかない。戦闘オーバーライト。アードよりも何気に動物に気づかれないように近づけるのめっちゃ熱くない？食料に困らないんやで。なんて、はい、フライムめんどくさいね。あんな飛ばれても、あんな飛ばれても、そこだったっけ？俺今行こうとしたの。そこ？待って、危ねえ。あっこだったっけ？あの上にあるな。違うよね。あっこじゃなかったよね、さっき。でもあっこ上からじゃないといかないのか。スマホだからわからないです。なんだっけ？スマホだからわからないです。ああ、アーロイ？そう、そうか。プレステが先なのか。来月？スマホとかは来月かな？
なんか上から行かんといけんな。ここから行けんのか。あっちから行っちゃう。あ、てかそこにあるな。そっかな。手前から取るか。あの、そっから届くね。でもこっち。あ、届かんよな。おお剥がれた。ワンチャンいけるかなと思ったらいけた。あ、こう上取って下に降りればいいのか。陣営のごとく楽ちん楽ちん。あれ？どこだっけ？あったよね。ここじゃなかったっけ？あれ？さっきやったランク56上がっておめでとう。いいね。わあ。ランク56は大勢で戦っていても可能なんだ。ちょっと待って。岩の重さは安心できます。運命には逆らえません。運命に。判決を下す。あ、落ちた。うん、我が剣よ、影に従え。任せてください。騎士の風格に気をつけます。おっと、ちょっと水辺。深い。大丈夫か。え、まだ何個いるんだけど。拾ったら出発よ。なんかこっち側なかったよ、ね、まあいっか。ちょ、キリがないわ。行こう。どんどん行こう。キリがないな。ちょっと急いで先進みたいからさ。なんかアーカイブめっちゃ分けよったらくっそ時間かかっちゃって。あ、そこ、ここ開いたんか。んで、この辺。そうか、稲妻も広いんじゃな。広くなったな。島国じゃな。こいつ邪魔よ。あいつマジ邪魔なんだ。火炎よ、燃やし尽くせ。
んまり。これで間に合いますね。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。出たよ。あ、じゃあこっちじゃない、こっちから行かねえか。あ、間違えた。マキと会話する上と、あんな上、そんな上、ああそれか、あの屋根の上とかで拾うやつか、それな、そのやつな。ああ、ちょうど行きたかったからちょうどよかった。ここちょうど行きたかったんだ。5万もだか。あ、次の早く開けたい。取ってこいということやな。一緒か。OK。とりあえずデイリーは、柿最終的に余るよね。まあ、とりあえず
ここ、ん？これか、ここでいいか。で、どうしようかな。原石もらってからガチャ回すか。原石をくれ。星と深淵。無事今日の依頼を。星と深淵。早いやついないよね。あ、九条さん、そっか、九条さん早いんだ。九条さん、鶏肉何気にありがたいな。鶏肉か、何気にありがたいっすよね。あ、じゃあアンバーをちょっと帰らせて、あ、じゃあこれで早いやつらだけで組めるか。鶏肉いるな言うて、地味な作業九条さんに頼もう。あ、大根とか人参もな、何気にありがたいっすよね。あ、ハスとかね、あ、この辺とかね。なんかこんなモラとかの方が絶対かろうとかって思えたけど、意外とハスと、あれ松茸 ?8 個とか12個とか集めるのって割とだるいよね。割とだるいから、ありかな。結構だるいん。人参とかもね。悪くはないね。モンド何かしてるっけ。あれ、デイリー5個だっけ。鉱石、最悪の場合合計10個だから、鉱石もう1個いっとこうかじゃ。これでいいか。鉱石、あ、10個でいいんか。10個でいいなら、1人でいいんか。1人でよかったんだな。なるほど。1人行かせてれば解決か。来い。あ、コーンはな。ちょっと確認しとこうかな。今日は9月3日。あ、そうか、シャンに当たったばっかりだっけ。忘れてた。246の7か。6の12。18、21の22か。まだまだじゃの、まだまだじゃの、そりゃ遠いの。今日は木、今日金曜か。早っ。てか、明日土曜日。早っ。あ、これ金曜だ。
袖いっとこっかな。任せてください。何でも私にお任せを。行けるとき行っとかねえけどな。あ、ちょっと待って、その前にあれ、国政さん、あと1回、これはまだまだない、もうあともうちょい、武装一発いっとくっきゃないか。それで武装神、武装神一回とかに行けば、武装神一回行って、で、二回、構想か。次はくるくるか、くるくるするやつではないんだ。あった、危な。任せてください。燃えろ。こいつはどうだ。すまんすまん。はい、ちょっともたついたな。はい、 OK。 これ3個、まだまだよな、まだまだよな。 OKOK21、次、雷系は、エサさんとかになるかな。まあ、北西さん行ってからっすね。新人活動。この間、あ、そういえば静寂。
かな、もらっとこうか。脆弱じゃないや、脆弱的なやつ。素材取ってないからやっぱり作れるものがない。やば、これもあるんだよな。どうしようかな、まあ、とりあえずこれいただいて。毎週買えるのかな、今週のって書いてあったから。だとしたらいいよね、ありだよね。外形ポイントか。240。これ個展に入れた。でこれはもう使ったら即早く使わんといけないな。自動分解か。1週間ずつ、1週間でなくなる、徐々に減るとかじゃないんよね。大丈夫、ね、時間が経つにつれてって書いてあるから、なんか徐々に減っていったら嫌だなと思うんだけど、これで OK と。なるほどね、ああやって使えばいいんだ。この間ちょうど品、まあそうね、初めて作るやつがもうないのであれば、素材がないなら、あこれ作れる。ないならまあ使いそうなもの何かしら作っとく。使いそうなもんあるかな。無駄に作ったらなんかめんどいかな、あとあとごちゃごちゃするかな。あ、え、椅子とか、椅子はいいね。椅子セット揃えるように、揃えられるようにしとこうか。あ、またまた忘れとった。あーまた忘れとった。前は。よいみやさん。同点についての。忘れとったんじゃ。これって戻ったら速攻で始まるのかな。あ、いや、その場には戻れんのか。ここじゃないと。まあそうだな、なんかあの素材余ってもどうせ他の雷系のキャラが使うから無駄にはなんないのか。樹脂は
使ってないことになるんだっけ。あ、俺日付変わる前に濃縮に変えたんかな。可能性ある。多分濃縮に変えたら、こいつはどうだ。濃縮に変えたら多分本来使ったことになる。なるよね。なるっけ。これ。いてお、めっちゃくらめっちゃくらめっちゃくら。で一発でそんな食らったら危ないな。何気にやべえなこいつ。綺麗にしませんと。おとなしくしやが。メイドの礼儀に気をつけます。ちょっと回復しとこう。こいつらが必要。ちょっとじゃあもう一旦戻るか。復活待ちよな。かかるぞこれ。時間がマジで何回行きゃえんな。あれのもう一個上だもんな。どんだけかかるんよ。これはあと2個だから、1回行ってあの小さいの1個分くらいの勢いかな。小さいのとか中くらいか。5、ん ?1 回って違う4段階あるんやな多分。で、上から2番目のやつが合計で1個分くらいの勢いじゃないっていうことは、今何個あるんかな。大体足してそんな感じよな。2回で、これもう1個分2のあと5回くらいあと5回くらいいかないけどね。マジで言っとん、マジで言っとんか。あと5回くらいの勢いだと思うが、いやもうサクッと。でもまあ国生さんはでも育てると決めたからな。とりあえずレベル80のところの突破を済ませてしまえば、まあ、あとは放置でいいかなと思う。レベル90まで上げようとするととんでもない数の経験値が必要らしいから、だったらちょっと他の
もうちょっと上げようかなと思うから、それはな、突破だけさせようかなって。そしたら日々やる細々とした経験値も無駄にならんしな。危ない。この瞬間お前はいらんかったな。おとなしくしや。よかった。合計、いや中くらいの1個分に満たないのか。これが2個分だ。これでこれ1個分だから、マジか。まあまあやな、まあまあかかんな。あと2000ちょいで冒険なんか分かるか。まあちょっと気合い入れてあげていくしかないっすよね。全然上がってないんだな。もうないんだ。あ、セピロス剣だったっけ。突破できるんだよ。突破じゃないわ、精錬。あ、これもう外さんといけんのめんどくさいな。これな。4武器、片手剣は全然今のところまだ余ってますね。問題なさそうだね。じゃあこんなもんかな。で、樹脂も使ったし、これだけもらいにとこう。自分の道を信じてさえいれば、
島のやつはちょっとどっか行っとったなって。ベネットのは今やれない。上がってってね。こんなもんか。あんで、樹脂、天然じゃないや、濃縮があるんだっけ。アイテムなんだ。濃縮に金あったっけな。取りまい書いて、一回行っとこうか。もうついで1時間だな。なんか長時間さ、ここ数日ずっとやっとるじゃん。なんかすげえ喉がさ、慢性的に痛いよな。喋りすぎなんよ。喋りすぎてるということもないんかもしれないけど、黙ってる時間もあるからな。なんとも言えんけど。待て。我が剣よ、影に従え。
判決を下す。逃がさない。撃ったか。これが運命です。行け。死の風格に気をつけます。意外とスタミナがないというのは面倒いもんなの。ペースが崩れるよね。瞬く間に。たまたまよ。2回分あるよ、あるよな。まあ、2回分いっとこっか。金はどうにかなるか。いっとこ。昨日なんだっけ、ラスバレ中にアーカイブ、原神のアーカイブ17個くらいアップしたんよな。なかなか大変だったな。全部アップできたらいいなと思ったんだけど、やっぱり無理だったな。17個はまあまあいい。受けよ。陣営のごとく。メイドの礼儀に気をつけます。任せてください。
用のお掃除の時間です。同時にこのバリア壊しちゃった場合ちょっと面倒いよね。やらんとな。バリア復活されるからな。めんどいよね。この1時間228。昇格目安プラス18000。一旦戻るか。どうしようかな。何個いるんだっけ。で15万でいけるっけ。リルクさんはあれがもうないんでね。これがもうないから、やるならノエルさんですが、3個。3711。これかな。防御大事だからな。204から216パー。防御力プラス。だいぶ違うかな。回復発動率ってなんだろう。レベル10になった。すげえ。全然足りんわな。まあこんなところかな。回復じゃないわ。育成的には。
強力な1回の攻撃を受けるとドッキがたまるんだ。めんどくさいね。これ見んかったっけ。なるほど、金はいい感じに使い切ったな。場所がわからんかったとこかな。なんかようわからんかったよな。じゃあまあ育成はこんなところですね。